こんばんはお蕎麦ですはいえーとですね今回の動画はですねクマさんまあお蕎麦今日はカビバラの帽子をかぶっておりますけれどもいつもかえー、っとクマを指定管理長寿に追加決定環境省の狙いはっていうニュースがありますで僕この 問題についてですねちょっとお話ししたいなって思ったのはですねおそばクマが大好きなんですけども、えー、今年はねクマの事件人と遭遇してしまったりとか人里に出てしまったりとか何なら、えー、獣害としてですね亡くなった方もいますよね。はい過去最多のところが非常に えー、多いいんじゃないでしょうか。要は指定管理鳥獣ってことはですね鹿とかイノシシと同じ、えー、分類になってしまってですね人間がですねそのクマの数をですね管理するようになるわけです。で興味深い、えー、動画がありまして ABEMA、えー、でですねひろゆきさんだったりとか、えー、東出君だったりとかそれから。 なんだっけな忘れちゃった熊の保護活動とか研究されてるところの代表の女性の方だったりとかが、まあ、お話をされてたんですけれどもあとはまあ、えー、X だったりとかの投稿でですね別にそもそも熊なんて絶滅してもよくねみたいなことを言ってる人がいたりとかですね、えーまあ、そこで僕は、えーまあ、動物大好きなんですけれどもその中でも非常に熊が、えー、大好きなんですね。 というわけでですね、ちょっとここに関してちょっとお話しさせていただきたいんですけれどもクマさんが今年、えー、人里に出てきてしまったりとかですね、その人を砲撃してしまったりとか中には命を落としてしまうような痛ましい事件が、ね、あったりとか過去にも、ね、そういった事例がたくさんあるわけですよ「三景別ヒグマ事件」とかさ「ワンダーホーゲル部」の方々が。 何人かあのクマに食べられちゃった事件だったりとかたくさんあるしこれは日本だけではなくて世界中でこういった事例が非常に多いんですけれどもクマが、えー、単純に数が増えて人里にたくさん現れたっていうことでは全く僕はないと思っていてこのお指定管理鳥獣にクマを指定することによってそもそもクマっていうのはですね a b e m の動画でも言ってましたけど九州。 では日本のツのノワグマ本州にだけいるクマですね絶滅してしまってるんですよねそして四国でももうこれは東出君が安部まで言ってたけどもう20頭前後ぐらいしかいないんではないかっていう話なんですよ。うん、でまあこれだけクマが人を襲ってですね、えー、人々の生活を脅かしている状況ででこれからはですねクマを うー漁師としてハンターとして撃つ場合にですね、えー、まあ自治体から、まあ、国なのかなあのお金がもらえるようになってしまう可能性が高いそうなのかなこれからそうなのかな1匹、えー、撃ったらいくらとかってそんな単価なんですかね例えばあの鹿とかイノシシは、えー、自治体によってそういうのがあるみたいなんですけれども、えー、そうなった時にですねなんか正義感でクマを撃つ。 人があー現れてしまった時に、うん、例えば今まで例えば世界中でもそうですけど日本でもそうですよねオオカミをですねあのやっぱり害獣として、えー、人を襲ったりとか、えー、家畜を襲ったりとかして、えー、世界中あらゆるところでオオカミなんかは絶滅してしまったりとか日本にも北海道にエゾオオカミ、えー、それから日本には、えー、何でしたっけ えー、日本狼っててうのがでですね存在してたんですよ今は今でも日本オオカミっていうのはあ秩父の山奥とかね、えー、九州の大分県の山奥とかにですね生き残っている可能性があるということでですね写真だったりとかね、えー、動画なんかも YouTube とかでアップされてたりとかねしてね僕も非常に期待してるんですけどあのー、もう少しなんていうのかなーうーん。 自分たちの安全とかあもちろんそれは分かるんですけ命が一番ね、えー、大事なの,なので熊なんかと遭遇しちゃったらもうパニックになっちゃってさ、あのー、大体の人はやられちゃうんですよ僕だってそうヒグマなんかと遭遇したらそりゃもうね冷静じゃいられない自信しかないですけど例えば僕は動物園行っても熊コーナーで一人佇んでることが多いんですよ。 例えばね彼女と動物園行ってもクマ好きだからずっとねもう次行こうよって言われてもクマのとこにいるんですよね。そんぐらいクマが好きなんですけど月の輪ワグマだったりとかマレーグマだったりとかナマケグマみたいな小さなクマだったらあれこれワンチャン俺もなかなかでかい体型してますしやり合えるんじゃないかなってまあそんなこと実際ないんですよ本気でやり合ったら確実に死んじゃうんですけど <laughs> あの思うんですけどじゃあ その隣にいるヒグマコーナーとかねホッキョクグマコーナーとか行ったらねもうそんなどう頑張ったって無理ね多分おそらく僕らがなんかバッと思って頭を思いっきりフルスイングしてもそんなに効かないんじゃないかなもちろん痛いとは思います言っやったなぁぐらいなもんなんですよおそらくまあだからそういった意味では本当に危ないけれどもただし、えー、一つ言えるのはクマ、えっと、が絶滅してしまったりした時に えっとまあ生態系だったりもそうですけれどもじゃあクマがいなくなったらより鹿だったりとかイノシシが増えたりするのが加速するんじゃないかそういう問題だけではないんですよね結局クマが、えー、いろんなものを食べて糞をしてあとはその食べ残した残骸だったりとかも腐ってですねいろんなあの微生物だったりとかバクテリアだったりとかがま生まれたりとか何て言うんですかねもう本当に。 いろんなところにこの自然環境っていうものに影響するっていうこととじゃあ何でも獣害だ獣害だ害獣だ害獣だって言ってその動物たちを処分していくことってそれって僕は非常に悲しいことなんじゃないかなと思います。だから昔のその日本人の例えば アイヌ民族の方だったりとか、えー、別にそうじゃない、えー、日本の古い時代の人だって例えば狼だったりとかをすごく特別視してですね神格化して、えー、狼の、えー、お寺だったりとかを作って祀ったりとかねそれこそ犬神とかね、えー、神様として祀ったりとかしたりとかする風潮があるんですよね。そ、う、そ、ん、それは熊もそううだってそうじゃないですか だから一回そこに立ち返って非常に、えー、僕はすごく神秘的な動物だとも思ってますし何よりも人間ってのの知れれないものを恐れるんですよ。例えば皆さんゴキブリ嫌いな人多いじゃないですかじゃあゴキブリのことってどのぐらい知ってるのってあんなちっちゃなゴキブリって、えー、我々に対して何か害をもたらすんですかいや気持ち悪い不潔いろ、えー、んな雑菌ばい菌を持っているっていうぐらいじゃないですか ね、昔枯れるんですよ最も古い、えー、生き物ですよねうんでそんなものに我々人間はですね恐怖してえ慌てふためいてたまにはもう死んじゃうんじゃないかなって失神しそうなぐらいの人もいるわけですよ「助けてゴキブリしてた」っつって、まあ、それで僕みたいなその害虫駆除みたいな仕事とかも成り立ってるんですけれどもじゃあそんなたかがゴキブリにねこんなちっぽけな虫にですね全然知識がなくて。 そんなふうにパニックになってたらそりゃあクマだとかねオオカミだとかですね、えー、接触してしまった時にもうパニックになって大騒ぎしたらそりゃもう野生動物からしても,もうびっくり仰天ですからばあやられると思ってやられちゃうわけです逆にね、うん。だからこの問題についてもちょこちょこ言及していきたいなと思うんですけど。蜂だってそうですよに僕は あ去年刺されましたけど仕事でうーんスズメバチに刺されて亡くなる人やっぱりあの対処法が間違ってたりとかそれこそのの毒に対しての免疫が少ない人とか、えー、たくさんいますただ報道では、えー、スズメバチに刺されると2回目でね亡くなっちゃうよとかっていうのをバン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 あのー、煽ってとにかく怖い危ない。 超危険生物としてメディアはバンバン放送するんですよ数字が取れるからなんですねでもじゃ必ずしも大多数の人が2回刺されたら亡くなっちゃうかったそんなことないんですよねでハチに刺された時も一発刺されたら大暴れしちゃうとねハチも一斉に襲いかかってくるから何箇所も刺されてその時にもう人がパニックになってるからねうんもう血圧も上がるしさ冷静な判断もできないしさ えー、そのままコロッといっちゃうこともあるわけですなので僕が言いたいのはその動物のことをよく知る生態とかをよく知るその上で、えー、もし遭遇してしまっても冷静な判断で遭遇しないようにするのも人間の知恵だったりとか冷静な判断なんですよそれは昔の人は絶対おのずとできてましたよね。はいなので、えー 一方的な、えー、メディアの報道でクマ危ない、えー、イノシシシカ迷惑ハチ、ね、超危険ゴキブリ、えー、めちゃくちゃ、えー、気持ち悪いこういうのもまた考え物なんじゃないかなとおそばは、えー、思います。以上北の工作員でした